ワイルジムチャンネルへようこそ。私たちのチャンネルはですね、はい、もう3月の末で丸2年を迎えるわけです。早い、ね、で大学の先輩と後輩っていう関係ではあるんだけど、出会ってどれぐらい？でもまだ3、4年とかじゃないですか。3、4年か。でね、もういろんな話もして、うん、お互いのことどれだけ分かってるかっていうのをチェック、はい、全15問お互いにしていきたいと思います。はい、まずは私がワンちゃんのことをどれだけ知ってるか、はい、やっていきたいと思います。はい、ではいきます。まなみ先生の出身県は？これ分かんなかったらもうやばいよね。やばい。せーの、ドン。あー、徳島。イエーイ、当てます。血液型は？せーの、じゃん。イエーイ、よかった。はい、さすがです。よし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 。まなみ先生の誕生日は？あ、絶対違う。せーの、じゃん。バイオリンを始めた？はい、せーの、はい、イエーイ、さすがです。いきます。はい、まなみ先生の好きな食べ物。はい、私もこれしょっちゅう変わる、この質問。せーの、唐揚げ、トマト煮、鍋。うわ、全然違う。焼肉かと思った。あ、焼肉も好きだ。てか好き嫌いないんです。嫌いなものないから、何でも好きすぎて。確かに焼肉めっちゃ行ってるわ。何？書かない。裏切りかな。そう、裏切り。次。今言っちゃった。イエーイ。嫌いな食べ物は？いやー、好きすぎて。イエーイ。あ、じゃあ強いて言うなら書きます。ヒント。食べ物に添えるもの、自分でそれをチョイスしなければ食べなくて済むもの。せーの、わさび。パクチーは大好きです。わさび嫌いなの？わさびは嫌いというか、自分ではつけない。からしとかも、納豆にからし自分でだったら入れない。鼻にツンってくるのがあんまり好きじゃない。あ、言ってたかもそれ。言ってたかもです。まなみ先生の趣味。せーの、映画。お、当たり前やってます。すごい。あ、貯金やばい。貯金趣味はやばい。やばい、もう貯金めっちゃ好きなんですって。あ、そうなんだ。進撃のノア。
リバリ現役でやってたんですけど、このクラブランスっていうところで働きたいみたいな、それのドキュメンタリー番組ではあるんですけど、そういうの好きで、もう暇さえあれば見てる。私ね、前のファンじゃんかね、この大家族 のドッキリの人たち、それも今朝見てました。あ、今朝見てたし、子育てちゃうんだよ。ボテやりすぎ。子育てちゃうんだよ、ではない。あのカジサックファミリーとか。あ、そうそう。バイレンはじめチャンネルの中で一番好きな動画、せーの、東くん。やばい、イエーイ。私結構いい線いったと思うよ、これ。そうですね、うん、いいポイント分かってる、ちゃんと。結構いい、ちゃんと分かった。今度はばあちゃんがどれだけ私のことを分かってくれてるか、はい、もうね、きっと全問正解しよう。やばい、怖い怖い怖い。先生の出身県は、出身県は、はい、任せてください。これはいける。せーの、神奈川。私ね、広島の病院で生まれたの。神奈川県横浜市出身ですって言ってたのに。ご機嫌よ。本籍は横浜だけど、生まれたのは広島の病院で、すぐ生まれてすぐ横浜に行きました。イルー、なんて喜んでんだ。次、カナ先生の血液型。絶対これ。せーの、 A 型。何でないですか。まあ動画としては面白いけど。やば、え、あんなにきっちりしてるのに。してないよ、してないし。カナの誕生日。誕生日、せーの、2月15日。イエーイ。初の。カナ先生は何歳からバイオリン始めましたか。はーい、せーの、4歳。イエーイ。カナ先生の好きな食べ物。せーの、餃子。イエーイ。おー、いい調子ですよ。いい。カナ先生の嫌いな食べ物。せーの、小麦たっぷりの洋菓子。待ってる。甘いもの苦手なんだよね。ダークチョコレート限界値。あー。スイカ、メロン、貝類全般、レバー無理なの。あ、そうだ、ホルモンだねって言ってた。そう、ホルモン、あ、書いてないの。カナ先生の趣味。せーの、まこなりゲーム。ゲームあってます。私アニメね、うん、アニメ漫画好きです。確かに。かな先生の好きな作曲家。はい、3人全部あったらボーナスだよね。本当ですか。うん、いきます。せーの、ラヴェル、スラビンスキー、ドビッシー。あー、先生の好きな芸能人。せーの、吉沢亮。いきまーす。かな先生の休日の過ごし方。かな先生休んでないからな。いや、編集さん全然休んでる。もう全然休んでる。せーの、 YouTube 編集、ジム、オートゲー。あ、すごい。分かってらっしゃる。逆にジムは行かない。何時に行かなきゃって思うのは嫌で。あー、もう何にもせずっとやってるのが最近の気晴らしなんですよね。次、カナ先生の最近あった嬉しいこと。最近あった嬉しいこと、これ自分で今考えてる。あ、じゃあ私はこれだったら嬉しいなっていうの書きますね。うん、せーの、徳島からのお土産。自分で言ってる、自分で言ってる。いや、ばあちゃんがくれたんですよ、お土産を。のりとね、おうどんをくれたので。いや、嬉しかったよ、嬉しかったけど。めっちゃ嬉しかったよ。でも、あの腰をね、あ、一回病院行ったらヘルニアって言われて、うんうん、信じられんと思って。大変なことです。そう、無理だ、これは受け入れられないと思って、うん、セカンドオピニオン的に別のとこ行ったら、うん、え、ヘルニアじゃないの、先生に言われて。あの、すごい反り腰で、骨盤がやっぱ歪んでるんだけど、それ取るようなストレッチしたら良くなるからって言ったら、って思ったんだけど、まだ完全に治ったわけじゃないけど、でもストレッチしたらもう全然楽。かな先生の最近落ち込んだこと。せーの、腰が悪くなった、チャンネル登録者の増え方が緩やかになった。これは落ち込んではないかな、どっちかっていうとどうしようかって考えられるから、こっちはワクッとしたこと。一時期ね、生きるのおかしかったから。ああ。これは、うん、ちょっと確かに落ち込んだ。けど、シューマイが食べられなかった。シューマイが食べられなかった。次、かよ先生の尊敬している人。せーの、お母様、イブロ様。違う、
どっちも違う。違うか。違うよ。いや、母ももちろん尊敬してるんだけど、キングヌーの鶴田さん。ああ。鶴田さんすごい最近好きで、鶴田さんのドキュメンタリー番組見たんだけど、なんかこう社会とつながってる音楽がしたいって言って現在やめたの。へえ。すごかった、ストイックで。作曲の仕方すごいですよね。ねえ。次から先生の好きな YouTuber。 せーの、高野由志高校さん。出た、高校さん。え、高校さん YouTube チャンネルやってる？カップルみたいなのやってますよね。高校さんだけでもやってる。違うんです、ヘライザー様です。ヘライザー様、時事ネタをぶった切る女の子なんだけど、ぶっちゃけこうためになるようなチャンネルじゃないんだけど、奇抜な言い方でまともなこと言う。あー、すごい面白くって。ダメか、高校さん。高校さんじゃないです。でも、あの歴代バジルの中で一番好き。一番好き。じゃあ最後、かな先生がバイオリンはじめチャンネルの中で一番好きな動画。はい。せーの、音大受験の実態か。まずやな、バズったもんな。そうそう、バズった。そう。バズったよ。ということで、はい、まだ2年を迎えるバイオリンはじめチャンネル、これからも頑張っていきたいと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。先生、シューマイ食べられなかった事件はですね、はい、12月の24日に、うん、イブ、そう、呪術廻戦の最速上映、あ、午前0時から午前2時までの上映会見に行ったんですよ。はい、決めてきた。そう、でも決めてきたんだけど、うん、でもちょうどいい電車がなくて、23時20分みたいなすごい中途半端な時間に渋谷に着いちゃったのね、うん、でも映画館行ったらもうパンフレットとかを買う人々、ごった返してて、いや、ちょっとこれ映画館まだ入れないなと思って、時間潰そうと思って、うん、東宝シネマズ渋谷の正面に、シューマイ屋さんあるのよ。朝4時までやってる。へぇー。で、シューマイ食べようと思って、うん、そこに行ったの、うん。で、シューマイ2個から注文できるのね。うん、それで23時35分ぐらいでさ、うん、で、40分ぐらいになって、お店戻ってきて、おしまいかなって思ったら、でも、さあ、持ってきた。うん。そしたらお姉さん、すみません、シューマイこれから作るので蒸したら20分ぐらいになるんですけどって、私午前0時に五条先生と会うかなって思って、あ、もうじゃあいいでしょ、大丈夫でしょって言って